はい、どうも、しょうゆ TV です。もたらです。はい、お願いします。はい、本日はですね、ま、お店の商品じゃないですけど、オークリーのサングラスを今回購入しました。で、お店にもオークリーのサングラスあるんですけど、たまたまイルマのアウトレット行ったんですよ。去年だいぶ話題になったサングラスでして、ちょっとこれかけて登場したいなと思います。どうですか、これあれですよね、去年日本ハムファイターズの万波中正選手がつけてたやつで、で、スポーツ王のやつで杉谷拳士選手がリアル野球版の時につけてたやつ、同じやつですよね。それ同じカラーで、こちらストローって言います。で、ストローっていうサングラスなんですけど、僕ね、夏に結構こう結膜炎というか、太陽サンサンで野球やると目がこう充血しちゃうんですよ。で、去年その前も両方ともサングラス、付け忘れて野球してまして、もう目が真っ赤になってなんか痛かったんですよ。で、今年ちょっと新しいサングラスちょっと新調しようかなってことで、イルマのアウトレット行きまして、まあフラ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 してたんですよね。そしたら、まあ、オークリーがありまして、ちょっと中見てみようってことで見た時に、なんだこれっていうサングラスがありまして、まあ正直スポーツ王とか見てなかったし、万波選手とかつけてるの全然知らなくて、ただ興味本位で買ったんですけど、誰かがつけてたって聞いたんで、誰がつけてましたかって聞いたら、もう日ハムの選手がめっちゃつけてるやつっすよみたいな話をされて、僕ほんとサングラス疎いんで、まあグローブも疎いんですけど、サングラスもほんと疎いので、これね、見た感じはクリアに若干暗いですけど、サングラスそういうもんですよね。そういうもんそうですよね。はい、どうですか、僕に合ってますか、これ。似合ってます。合ってます。普通の方が良くないですか。いや、それつけられるのは翔平さんか新庄さん。結構サングラス俺見づらいイメージがあったんですけど、これ結構見やすくて、ボール普通に捕球できるし、試合でもこれつけながら打席立てるんじゃないかなっていうぐらい見やすいです。これ値段が確かね、アウトレットなんで割引されてたんで1万4000円ぐらいで購入しました。まだ多分イルマアウトレットにもしかしたらあるかもしれないんで、ちょっとチェックしてみてください。おしゃれなんで、おしゃれということで、まあこの前回紹介しましたこちらの絆グローブと一緒にね、ちょっと、はい、映りたいと思います。実際どうですか、この格好で、まあユニフォーム着てこの格好で行ったらどうですか、グラウンドに。やばい、シャーッ、これはやばいっすか、変な人じゃん。ちょっと恥ずかしいですけどね。ちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしい。でもまああんまりこう自分が動いてればね、姿っつうのは見えないんで、あまり気にせずやっていきたいなと思いますけど、そうそう、まあサングラスってやっぱりまあかっこいいっていうのもあります。自分はもうかっこいいからっていうのがあるんですけど、実際にやっぱ外野手とか内野手、フライを取るときに眩しいのをまあちょっとでも緩和させる用のものですよね。はい、そうだね。そうですよね。あとこう目の異常がある人というか、こうちょっとこう明るく見えすぎちゃう人とかはこれでうまく調整できるんじゃないですかね。で、僕がこのサングラスを使う時っていうのは、多分これからで言うとキャッチボール、アップキャッチボールとか、まあ試合はつけれないですけど、まあベンチにいる時とかにこれはつけるんじゃないかなと思います。まあ皆さんいろんなねサングラスを使ってると思うので、ちょっと皆さんが使ってるサングラスっていうのをちょっと動画のコメント欄に、僕はこういうサングラスを使ってます、こういう色を使ってますみたいな、ちょっと持ってる方いましたらコメントもらいたいなと思います。はい、緑じゃないですか。これはね、レーダーロックオーダーです。オーダー、まあ一番人気のサングラスですよね。まあこれから7月8月になって野球プレーするときにね、眩しいからもちろんつけるんですけど、やっぱこうサングラスつけて暗いレンズだとこうボールの遠近感が分かりづらい。やっぱこう慣れるっていうのは大事ですよね。そうですね。ちなみにこれ内側から見れるかな、こうやってどうですか、こういう感じ。おお、ちょっとこんな感じです。視界はこんな感じですね。俺の指紋がちょっとついてますね。うちのレンズは多分ちょっと暗いですかね。暗いですか、ちょっと貸してください。映るかな。あ、確かに暗い、確かに暗いっすね。やっぱもちろん日が当たってる時はね、極力暗い方が
なるほど、目の刺激は。はい、というわけで本日はこちらのですねサングラスを紹介しました。どうですかね、皆さんもねかっこいいサングラスをつけて目を守ったり、おしゃれとしてつけたり目を守ったりして、ちょっとサングラスつけてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで本日はこれで終わります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。プリントするグローブはこれプラスこちら見ましたね、はい、これはい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。許可出ましたんで、今回はですね、こちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。翔平 TV2020 年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。